お、た、高木、え？え、なんかレイナ使ってる。もう、そしたらカルビが使えるキャラがいなくなるんだって、高木、それマジで。違う。お前なんでやんねえの、カルビ、お前。お前さ。お前。いや、カルビチェンバマジで、マジで、高木。おい、頼むって、ほんとに。ピックはよ。ピックぐらいは平和に行こうよ。お前すぐしろよ。でもお前最近お前のテレポエントリーっつってさ、なんかお前ツイートしてたじゃん。うん。あれ刺さってないからな、言っとくけど、刺さったーってクソでけえ声で言ってたけど。でもあれ勝ったじゃん。その勝ったら成功したって思うのやめない？いや、あれやらなかったら勝ってたかな。でもお前なんかあれ炎上したんだってな、あのツイート。あのツイート炎上したんだ。いや、炎上はしてない。文句言われただけ。希少すぎだろ。別にそれで勝ってんだからいいと思うけどな。ねえ、私も勝ったんだからいいだろうって。まあ、それで負けてたらって言われても。このラウンドはいいけど、その、同じ状況を100回やったら99回死ぬのよ、多分あれって。まあ、それは、可能性の話だから分かんないよ。100回やったら、なんかたまにあえてあれをやるのは強いよってことだよ。そんな、毎回やれなんて言ってないよね。ダメだよ、みんな。お前の勝ち、ガルビの勝ち。パターンは多い方がいいって、さっき。言ってた。何？まあでも、うん、パターン、戦術のパターンは多い方がいいって。だからその戦術の一つなんだよ、いろんなテーポエントリーは。